に入って、そう、なんかね、シングルでは選抜だけど、こうやってコンサートで選抜みたいなくくりになるのなかったから、初めてじゃないか、前回の毛利さんもそうかもしれないけど、あれ毛利さんはコンサートっていうか、なんかね、イベントっぽかったけど、なんかすごいこんな16人みたいなところに入ってパフォーマンスするのが初めてだったから、そう、それは感慨深かったなってね、なんかいいのかなってさ思ったけど、そう、なんか嬉しかったです。そう、いつもは真ん中で踊ってる人たちの周りでやってたから、でもその時もね、結構1列目とか外周メンバーの1列目とかにならせていただいてたりするけど、まあ、そっからね、真ん中のくくりにはあんま行くことがあんまなかったから、そう、だから今回ね、そうやって選抜になって、なんかいろいろね、思う部分がありました。うん。そんな話は置いといて、だって、これめっちゃいい話じゃない？ ね、めっちゃいい話じゃない？ファンの人はさ、すごい、ああ、自分の推しがここにいるんだと思ったらめっちゃ喜んでくれるかなって思ったから、そう、そう、なんか喜んでくれるかなって思って。え、すごく嬉しかった、だって。うん、たくさん見れて嬉しかった、だって。え、もう選抜として見慣れてるってことじゃない？だって、え、嘘でしょ、私コンサートで選抜に入るの初めてなんですけど、もっとみんな感動してよ、ねえ、いつもさ端っこで踊ってたじゃん、外周で選抜が真ん中で踊って歌ってるところの、その横で踊って歌ってたじゃん、いつもサビしか歌ってなかったじゃん、みんな思い出してねえ。うん、はるか3階席の後ろだったけど、めっちゃ応援して楽しかったよ、だって。え、よかった。え、てかめっちゃ客席見えました、なんか3階席までうちは見えた、普通にめっちゃ見えた、君について泣いただってね、私なんか歌うま選抜だった、またユニットでさ、いろいろセクシーとかそういうくくりの歌うまだった、私いつも歌うま、歌しか、みんな歌しか歌えないと思ってんのかな。 え、ユニット泣いただって、え、嬉しい、お、いくどん、いくどん、皆さん、いくどん、ありがとう、タワー立ててくれて。じゃあみんなでお礼言いましょう。いくどん、ありがとう。イエーイ。ありがとう。ありがとうございます。イケメンかと思った。え、イケメンもまあワンチャンあるけど、いや、セクシーでしょ、そこは。ね。いや、そこはね。セクシーやろ。妹で探してた。実際には妹だけど、 AKB の中では結構年が上なので、そう、姉選抜とかなら入るかもしんない お姉さん選抜。うん。
そう、そう、君についてやったり、ロスオブタイム、チーム K の、え、待って、タワーいっぱいだって、え、本当だ、え、いつの間にか、ごめん先生だ、ごめん先生、ありがとうタワー、ごめん先生タワーありがとう、じゃあみんなでお礼言いましょう、ごめん先生、ありがとう、イエーイ、ありがとう。あと次は、あ、え、あ、え、ショート、あとどれしかかったん、キキララタワーだ、かわいい、見たかった、ありがとう。ショート、あとどれしかかったん、ありがキキララタワー、イエーイ、ありがとう、ありがとうございます。キキララ、何キララ、ん？ありガキ、あガキがダメなのか、ガキが欲しいになっちゃうのか、なるほどね。エリエリエリで写真撮れたら、撮れなかった、明日撮るでね、エリってついたマネージャーさんのがいるので、その方に撮ってもらうんだ。そう、マネージャーさんがね、え、ツイート見ましたって、私が写真撮りたいですって言って、え、待って、確かにって思って、そうで、明日絶対よろしくお願いしますってお願いしました。今日見に行ったよ、本当に最後泣いた、最高のことでありがとうだって、お、よかったね、最後ね、びっくりしましたかね、皆さんね、びっくりしましたよね、普通に、すいませんね。そう、私たちはでももともと知ってて、でも私たちもつい一昨日かな、一昨日知って、そう、チームイートが活動休止になるっていうのは一昨日知りまして、でコンサートの初日で発表されますって、で全メンバーには今回のコンサートの前にスタッフさんが喋って、みんなもえっと驚いてましたけど、うん、そう、びっくりというよりショックだって、え、なんかありがたいですね、そんな愛されているチームになって、無理なんで休止とか含みを残した言葉なのだって、うん、なんかチーム8はなんだろうね、なんかもともと会いに行くアイドルっていう、 AKB48 は会いに行けるアイドルだけど、 AKB は会いに、チーム8は会いに行くアイドルっていう感じで、47都道府県からメンバーが集まって、47都道府県回っていろんなところに、地域に会いに行ってみたいな活動が主で、そういうところがチーム8の良さであり、なんかチームメイトらしさっていうところだったじゃないですか。他のアイドルと比べてもそんなこそやってる人たちあいないから、そこがチームメイトの良さで、チームメイトの個性で、でチームメイトらしいよねってなってたんですけど、そう、こうやってコロナとかになってメンバーがどんどん卒業していって、今いろいろ穴が開いてる状態で、でメンバーも上京したりして、もう最初のコンセプトから結構 かけ離れたチームになって、なんですか、しかも兼任もしてるから、なんですかね、なんかチーム8らしさは、そう、初期と比べて、そう、活動的にも会いに行くアイドルって言って、もうコロナとかの状況も見てあんまできないから、うん、そう、だからチーム8らしい活動もできずに、ずっとこうやってチーム8っていうチームがあり続けるよりかは、もっとなんかチームもっとね、コロナとかが落ち着いて、もっとねやるべき時にできるように、ずっと続いてさ、何もないまま、何もできないまま続くよりかは
一回休んで、そうですね、なんかできる時にまた活動再開できたらいいなっていう、そうっていうことかなって私は思ってます。うん、そうなので、そうチームメイト、お城来てるよ、お城ありがとう、東京のスワンありがきゃする、東京のスワンありがきゃする、もう今の説明で納得しましたって。あ、よかったです。そうですね、そうそういうことだと思います。チームメイトって名前がなくなるってことじゃなくて、チームメイトは一旦活動休止になります。チームメイトとしてみんなで集まって、そうですね、やったり、なんかなんだろう、チームメイトとしてはあんま、そう一回、まあ、チームメイトもいっぱい選抜メンバーが増えたり、やっぱひーちゃんとかゆいちゃんとかセンターとかをやる人材とかがいたり、そうチームメイトも最初はチームエイトっていう場所でどんどんみんな、そうみんなやってたけど、今 AKB48 にとってチームエイトのメンバーたちがね、少しでも前よりかはなんか必要な存在になれたのかなって思って、だから一回チームエイトは、そうチームエイトらしい活動ができてないため、そうチームエイト一旦お休みしてる間は AKB48 のためにみんなで頑張ろうっていう感じですね。ただ寂しいよ、だって、え、でもあれですよ、まだ半年ありますから、活動休止するまで。4月3日が9周年のコンサートで活動休止しますけれども、まだ半年あるので、そう皆さん半年の間よろしくお願いします。でもみんなね、チーム8っていう活動は、まあ、ないかもしれないけど、ちゃんと活動はね、AKB48 の中で、していくので、ずっとメンバーのこと見ていてくれたらいいなと思います。いやでも私はぶっちゃけ解散するのかなって思いました。なんかそういう話し合いがあるみたいな、一昨日あるってなった時に、あ、解散するのかなって思いました。そうでもこうやって活動休止って、まあ、解散って言われると思ってたから、自分的には、そうでもそう活動休止って聞いてほっとしました。そうでもチームエイト、チームエイトって名乗らないかもしれないけど、普通にチームエイトメンバーが集まってフェスとかに出ることもあると思いますよ。そのチームエイト、チームエイトですとはならないかもしれないけど、普通に AKB48 ですっていう挨拶になるかもしれないけど、全員チームエイトっていう状況もありえますし、普通にってスタッフさんも言ってました。うん、そうです。
チームライダーって言っちゃダメだよ、そういうわけではないですけど、いや普通に なんて言うんだろう、えさそこはちょっと皆さんあのさしさなんかちょっとそんなその私運営とかじゃないんで、そんななんかそんなアンケートボックスみたいにいろんな質問投げかけられてもはい、今まで通りでいいのに、だってそんなすごいチームメイトを好きでいてくださる方がいてありがたいし嬉しい、チームメイトが生きがい、本当にね、4月にはさ言いたいことがあるんだよって聞けたらいいな、ね、聞きたい、大切なものを奪われた気持ちでしたって、そこまでね、なんかチームメイトが皆さんの中でかけがえのない存在になってるって思ったらマジで8年前のメンバーみんな喜びますよ、でもパフュームさんとかさ声出しの声ありコールありのコンサートやるみたいですよ、ね、AKB もやりたいな、でも可能性は見えてきましたね。サリプの MV の裏側の涙これだったのってめっちゃさ聞かれんだけどさ、違います久しぶりリップグロスのなんか お題の涙はそういう意味かってめっちゃ言われてんだけど、それだけは違います、ごめんなさい、うん、あの時は知らなかったです、活動休止するって。なんか普通じゃ普通になんか私本当すぐ泣いちゃうんですよ、こういうなんかちょっとエモいことがあると、なんかそうエモとか感じたら結構泣いちゃうんですよ、なんか感極まって、感極まりがちで、そうそうだからうん、そうなので泣いちゃった、普通に自分が選抜に入ってとか、なんかチームメイトでこんな綺麗な景色で選抜がチームメイトがこんなにいてって写真撮ってで初期から支えてくださるスタッフさんもいてみたいな、で一緒に写真撮ろうって言ったらやだみたいな、泣いちゃうからって言ってみたいな、それに泣いてみたいな、そうだってって、そうなんかもうそれで歓喜余って泣いちゃったんです、それはもう本当関係ないです、うん、でもなんかぶっちゃけ自分はまだ実感がなくて活動休止みたいな、なんかスタッ
タッフさんから言われた時も実感なくて、で今日のエンジンとかする時もそう泣いちゃったりするメンバーがいたけど、私は本当に実感がなくて、なんか活動休止って口で言われても頭ではなんか理解できずに今日のコンサートを迎えて、そうでもこうやってね、でもこうやってなんか映像とか3分ぐらいの映像をスタッフさんが作ってくれて、結成した2014年からの映像とか振り返ってるのを見たりすると、はぁって、なんかもういろんな思い出がすごい蘇ってきて普通に泣いちゃいました。でもまだ自分も実感ないんですよ、そう本当かなって思っちゃう。実質コロナの期間は本当に活動休止してるみたいなもんだったからそうチーム K とかの公演の方が多くなったりして、コンサートあるの衝撃で忘れてしまった。え来てくださいね、コンサート。そう4月まで心残りなく精一杯8を応援していきたい。だってよろしくお願いします。今脱力感で何もやる気が起こりません。だって、え明日のリカは絶対来てください、チームエイトが好きなら半年しかチームエイトが見れない、悲しいって、チームエイトが見たいって思うんだったらね、ぜひ明日のリカは当日券もあるので待ってますとうてい対象外で泣いた。え、ね、対象外の曲結構あった化粧素敵ね。だって、 ありがとう。今日緑のマスカラ下まつげにしたんだけど誰にも何も気づかれない。メンバーが 2,3 人ぐらい気づいた明日の髪型どうしよう。今日は安牌な外羽にしました。明日は天気いいらしいからよかった。え、そうなんだ。明日は寒くないのかな。明日暖かくなる。マジか。明日は20度超えます。だって、え、嬉しい。明日は今日より暑くなるらしいです。え、それじゃなきゃ困るよ。今日ほんと寒かった。だから今になってやっと気づいたんだ。
君が一番大事だってこと、心が向き合っていたら綺麗に。なんかね、岡田奈々さんがめっちゃ私の顔を褒めてくれるんですよ。なんかもうお団子だったら本当良かったのにみたいな、もう顔が好きって、顔が綺麗すぎるし背も高いしってめっちゃ褒めてくれるんですよね。結構顔が好きって、顔が綺麗だって、岡田奈々さんがいつもえって、その顔に言われるって言ってそう、私は岡田奈々さんの顔が好きですって言いたいけど、なんか岡田奈々さんはなんかそれを多分望んでない、もう言われすぎてそうだから言わない。だって私本当に岡田奈々さんだってライトニングに見えるマジで、ファイナルファンタジーの。そう、岡田奈々さん、そう、本当顔綺麗だなってめっちゃ思う。そうでもそうやってさ、お団子の顔好きみたいな、本当って本当お団子の顔だったらって何不自由のない絶対生活送ってるみたいな、背も高いしとかって、えって、えそこまでかなみたいな。結構不自由ありますよって思うけど、そう、うん、そうめっちゃ褒めてくれんですよ、なぜか。ね、ありがたい。たいですね。推してる身としては誇らしい。2人とも素敵なのは間違いない。え、いい話なあちゃんって CG みたい。いや本当に顔綺麗すぎるよマジで。彫刻目ん玉も綺麗だし、でもスタイルもなんか人形で、顔も綺麗だしマジでなんか彫刻が彫刻に魂が宿ってるって感じ。うん。マジで魂が宿った彫刻そう。うん。これからもチームエイトのエリちゃん応援していいですからって、いいよしてね。あと声もめっちゃ褒めてくれる、ナナさん歌声がいいって、めっちゃ褒め上手ね、明日はリカワ、皆さんよろしくお願いします。よろしく。なあちゃんも褒めてほしいよだって。え、じゃあ褒めよう。明日、明日絶対褒める、ななさんのこと。なんかさ、もう褒められすぎてさ、逆にうざいかなって思っちゃうんですよ、ななさん。なんか褒められすぎて逆にそう、いいのかなって思っちゃう。お、58分、じゃあそろそろおランキング読みたいと思います。いきます。
13位 NC マックス、12位玉結衣アット小田氏、11位ひとくまつとる、10位 KK3500、 9位オンオン、8位くまティ、7位しょうちゃんアット7レンジャー、6位ドスコイパンダ、5位マーアット小田氏、4位イクドン、3位東京のスワン、2位ごめん先生、そして1位はショータアット小田入りしかかたん。ありがとう。では皆さん、明日のリクワもよろしくお願いします。ではバイバイ。